翔子はもうマイナスとしか考えられなかったんです。もう生きてちゃいけないように思うぐらいの時代でしたね。どうしていいか分からなくて苦しくて二人で引きこもっちゃうわけです、いつもね。私のこの思いを翔子にぶつけるために般若心経の作品作らせようと思い立ったんです。何を思って書いてんの、こうやって字。お母様か。技術じゃない、これは親子の問題。もう僕らの何匹も入れない世界。お力入ってない。嫁はね、生きることですね。これ見てるとお命ってそう重いって感じしません？これお客様が涙流してるんですよね。やはり何かが違うんだと。これはもうアートですよ。信頼できます、私は証拠をね。嬉しいな。お願いします。